こんにちは。サイクルショップ中小屋の慶太です。今回紹介する自転車は ESR っていうメーカーのこのパーサーとパーサークラシックっていう自転車を紹介していきます。まずは2台あるのでこちらのパーサーの方から紹介させていただきます。パーサーなんですけど特徴を今から説明していくんですけどまずは一番特徴なのは折りたたみ自転車ですね。 折りたたみ自転車で、タイヤは20インチ、えー、20インチサイズになって、で、タイヤのね、太さも、えー、一応数値が決まってるんですけど、これは1.5っていうサイズなんです。街なりに適した、ちょっと太めの乗りやすいタイヤになってます。で、えっと、あと、このタイヤのバルブっていうんですか、こ空気入れの形なんですけど、えー、イギリス式と、えー、アメリカ式と、 それとフランス式があるんですけど、こちらフランス式のになってまして、スポーツ車の多くは結構フランス式の自転車を使ってるんですね。っていうのも結構空気圧もしっかり入れれるんで、えー、走行の時に、えー、あのタイヤの摩擦抵抗が減って乗りやすいかと思います。で、ここのメーカーさんは、えー、前にも後ろにも、えー、バルブの変換するアダプターをつけてくれてるんですよ。 その変換っていうのは何かって言ったら、フランス式のバルブをイギリス式に変換するアダプターをつけてるんですね。で、え、イギリス式っていうのが、一般的の,の、あの、シティサイクルとか、多分皆さんが一番よく見かける、虫ゴムが入ってるバルブになるんで、それに変換すると、あの、洗濯バサミのような空気入れの先端の、こういうポンプを使うときにも使える形式になってます。で、えー、あとは、 特徴が、えー、自転車のブレーキも種類がいろいろありまして、で、この自転車に使ってるのはディスクブレーキっていうブレーキになるんですね。で、ディスクブレーキっていうのが、ちょっと自転車を回しますね。こういった形状になってまして、普通自転車のブレーキってよく見るのはここに止まってる。ゴムの板、ゴムでしっかり、このホイールを止めるようなブレーキをよく見ると思うんですけど、こちらの場合は、そのゴムの代わりをするのがここについてまして、 で、ここにこの鉄板みたいなのついてますよね。これがディスクなんですよ。なのでディスクブレーキって言うんですけど、この鉄板をゴムで挟んで止めるようになってます。なのでディスクブレーキ。いいところは、まあ、ホイールをブレーキで、あの、ゴム板で止めないで、このホイールを痛めなくて済むっていうのも,ももちろんですけど、あの、中心の近くにこの止める部分があるんで、 外の方が力が必要なんで、内側で止めるんで、しっかりブレーキをかけると、ぐっと止まることができるんで、ブレーキ性能もいいと思います。なので、結構人気あるんですね。で、えっと、この止める方式なんですけど、今、最近に、あの、ずっとあるのは、ここにオイルが入ってる油圧ディスクブレーキっていうのと、これは今、ワイヤーがここ、こうやって見えてるんですけど、ワイヤーのディスクブレーキっていうのがあるんで、これはワイヤーのディスクブレーキになります。 で、このパーサーっていう自転車も結構ホイールベースもしっかりとってますし、あの、乗っても、あの、漕ぎやすい体勢で乗れるかなと思うんで、多少距離が伸びるサイクリングでも楽しんで乗っていただけると思います。で、こちらの自転車なんですけど、もちろん変速もついてる自転車なんですけど、変速は8段変速。 まギアが後ろの方に8枚ついてるっていう感じの変速になります。で、こちらの方なんですけど、あとカラー、えー、オレンジグレーと、えー、ホワイトスカイブルー、えー、ブルーホワイト、オリーブホワイト、その展開になります。重量の方なんですけども、こちらが11.4キロ。 ま、11.4キロって言ったら、結構他の折りたたみ自転車も調べていただいたら多分標準的な重さかなと思います。結構、その持ち運んでっていうんで何キロも歩くとかはしんどいかもしれないですけど、駅で、あの、電車に乗るとき構内歩いたりとか、あの、そういうのには全然問題ない程度の重さかなと思います。こちらの自転車なんですけど、えー、ま、先ほど説明した、 ディスクブレーキがついてるっていうこともありますし、折りたたみ自転車としては結構コストパフォーマンスもいいかなと思うので、えー、そういう声も実際に聞きますし、いいかなと思います。まあ、初心者の方から経験者の方まで幅広く使っていただける自転車かなと思います。えー、価格の方なんですが、希望小売価格、えー、税込みで、えー、68,750円になります。あと、こちらの自転車に対して、 ちょっと説明しとこうかなと思うところがありまして、まあ全然普通に使ってはいただけるんですけど、見ていただきたいのここなんですけど、このスタンドが、まあ少し硬いっていう声も正直お客様からいただいてるので、まあその中にはやっぱりあの、オプションにはなりますけど、あの他のスタンドと交換はできるので、交換してもうちょい柔らかいスタンドに変えたりする方はいらっしゃいます。まあそのオプションになるスタンドの価格なんですが、 大体、ものにもよるんで、結構種類もよく出てるんで、2000円から4000円ぐらいかなと思います。それではちょっと折りたたんでみますね。まず折りたたむときに、一番目にするのは左足の、このクランクで、ペダル、足を置くとこですね。この左足の方が前にしていただいて、次にサドル。レバーを緩めて、一番下まで下げてください。 次なんですけど、えー、ハンドルの角度。レバーを緩めて下に向けます。で、また止めます。で、えー、次にここのレバー。このレバーなんですけど、ここにこういうボタンがついてるんですよ。なので、ボタンを押しながらレバーを倒す。で、これ今新車だからこうやって倒れないですけど、結構使ってたりとか何回もやってると、 このレバーを緩めた時にこれがドンと倒れちゃうことがあるんでまあもちろん自転車も気づいたりとかあるかもしれないですし何よりも怪我してはいけないんで必ず手でハンドルを押さえながらこのレバーを倒してくださいでレバーを倒したらハンドルを曲げますで次にすることはこの車体の本体の半分に折りたたみなんですけどまずここのカバーがついてるんですよこれ何のカバーかっていうと これ上に上がるんですけど、これが上がったままですと、まあなかなかないですけど、走ってる時とかに、ここに何か衝撃があって、こうレバーが緩んじゃうと、走行中にこう折れたら絶対危ないので、このカバーがあるんですね。なので、折りたたむ時はこのカバーを開けていただいて、で、このレバーを外に引きます。で、ここまで来たら、えー、車体の左側に立っていただいて、こう、クッと折れるので、 おります。で、ここまで折れると次はもうスタンドはいらないので、スタンドを上げていただいて、今、この後輪と前輪と、それと先ほど下げたサドルのあのシートポストって言うんですけど、この棒の部分ですね。シートポストで立ってるので、このままゆっくり回していきます。で、回すと、ここにマグネットと、 鉄板がついてるんですよ。これを合わせることによって、ここがカチャッと止まって、パカパカ開かなくなるんで、ゆっくり寄せていったら、こう、合います。これで折りたたみ完了になります。で、次に折りたたんだので、折りたたんだらこんな形ですね。で、持つときは、まあ、いろいろね、持つ方いらっしゃいますけど、もう個人的にはこちら側にはチェーンがあるので、こっちから持つと、まあ、服とかズボンとか汚れちゃうので、 えー、これも車体の左側に立っていただいて、この手の上の部分を持って、で、こう持つと結構しんどいんですよ。なので、最初しんどいですけど、もう一気にこう、上まで持っちゃうと楽です。で、電車とかに乗るときは、輪行袋って言って、この自転車を入れる袋に必ず入れて乗ってください。で、組み立ていきますね。えー、組み立てるときは、まず逆をするんですけど、この、 マグネットと鉄板結構硬いので、こうやっても開かん、開きにくいんですよ。なので、自転車の後方に来ていただいて、後輪と前輪を持って開くと、まだこう、開きやすいです。で、このまま、車体をぐっと開いていったら、この時点で、 えっと、スタンドを立てることをお勧めします。スタンドを立てると、あの、今こう、右手で押さえてるんですけど、自転車も,もちろんグラグラするので、スタンドを立てると、この時点でも手が開くので、作業がしやすくなります。で、まず逆をするので、この、先ほど緩めたレバー。これも先ほど説明したように、カチャッと押さえて止めるだけなんですけど、このカバーが開いてると危ないんで、もうこの時点でしっかりカバーをつけてください。 で、次、ハンドル。ハンドルもずっと起こしていって、ここも一つ注意点があるんですけど、このレバーが、こう、上がっちゃってると、この、噛み合わせをするための金具が、しっかり噛み合わない。まあ、見ていただいたら、ここの面と、上下の面がしっかりくっつかないので、わかると思うんですけど、このままだとハンドル止まらないで、そういう場合は、 えー、お手数ですけど、このボタンを押してレバーをもう一度下げていただいて、で、しっかりハンドルがまっすぐくこの面がくっつくようにですね、していただいて、レバーを最後までカチャッとなるまで押す。で、次はハンドルなんですけど、これも正直好みの角度も出てくると思うんですけど、まあ、今は一番多いかなと思う、このまっすぐよりちょっと倒し気味、ブレーキレバーがちょっと倒し気味で止めておきます。 で、あとサドルを上げるだけなんですけど、サドルもこれ毎回になると、毎回こう、サドル高さ合わせてまたがってみてっていうのを繰り返さないといけないんで、できたらもうこの高さで乗るっていうところ決まったら、ちょっと何かマジックとかで印つけていただいたら、あとはこの、車体とまっすぐなってるかだけ見て、レバーを止めるだけでいけると思います。これで組み立て完了です。 えー、今これでパーサーの方を紹介させていただいたんですけど、今からパーサークラシックを紹介させていただくんですが、まあ違いを先に言うと、まあタイヤの種類がちょっと違うのと、あとフレームカラー、色が違うのと、あとサドル、それとグリップの違いになるので、そちらも説明していきます。で、次、パーサークラシックですね。こちらの説明になります。まず先ほど言ったように、 パーサーとの違いはタイヤ。まあ、この2トンカラーのタイヤになりますね。太さの方は一緒で20インチで幅は1.5になります。なのでまあ乗っていただきやすいかなと思います。それと、えー、次はフレームカラー。このね、パーサークラシックはフレームカラーがこの1色だけなるんですよ。で、えー、1色だけじゃなくて先ほどのパーサーは、えー ブルーと白とか、オレンジと白とか、2色使ってるので、もう1色の、この、えー、フレームカラーになります。こちらが、えー、オリーブクラシックっていうカラーになります。それと、サドルは、だいぶ違うんですけど、サドルはこの、どう言ったいいですかね、この、シティタイプに近いようなサドルがついてるんで、ここにバネもついてるんですよ。なので、結構、ドンと座る方でも、あの、衝撃、きにくいと思いますし、それはそれで乗りやすいです。 で、あとはグリップですね。グリップも、まあこのカラーも全然違うんですけど、どちらもこの平面があるんで、あの、丸パイプのに比べたら、この手のひらがしっかりと置けるので、楽に乗れるかなと思います。で、あとはまあ、重量も、え、このクラシックになるとこういう多分バネがついてるとかそういうとこやと思うんですけど、100g だけ重くなって 11.5kg になります。 で、価格の方は、こちらは、えー、税込みになるんですけど、税込みで、えー、希望小売価格が7 950円になります。まあ、これ、サドルもしっかり大きいのついてるんで、こちらも結構乗りやすいです。クッションも効いてます。まあ、折りたたみ方に関しては、先ほどのパーサーと一緒です。まあ、このパーサークラシックも、先ほどのパーサーと同様、このスタンドは、 ちょっと少し硬いかなって思う方もいらっしゃると思うので、まあ、このスタンドも別途料金にはなりますが、交換していただいてもいいのかなとは思います。今日は ESR のこのパーサーとパーサークラシックを紹介させていただきました。どうもご視聴ありがとうございました。またチャンネル登録の方よろしくお願いします。